皆さんたくさん集まってくださってどうもありがとうございます。はい、ただいまから山崎恵美生誕祭を行います。ありがとうございます。まず1曲目はまだでも全員揃ってない感じですよね。途中でもしかしたら、あ、そっか、もしかしたら途中で入ってくるかもしれないんですけど、あのその場合、ね、あの温かく、はい、あのどうぞ入ってくださいってあの、ね、おっしゃってくださったらありがたいです。ではですね、あのそうここの、ね、三宮ウゴの、ね、ステージを、ね、あの2015年の7月にですね、私が初めて立った場所ですね。2015年の2月にあのアコースティックギターを買いまして、あそこに座ってる座ってるあの男性の方がですね、あのね、言っていいね、ね、楽器屋さんで働いてらっしゃるんですね。それで、あの伊東洋華堂明石店の3階の新生堂で働いてまして、そちらの全部言った、で そちらの楽器担当の方でですね、そちらでですね、2015年の2月にね、アコースティックギターを買ったんです。それでね、なんで買ったかって言ったらね、あの2014年の冬にね、夢の中で曲が流れてくるのは珍しいことなんだな、みんなではないんだなっていうことに初めて気がついたんですね。あの結婚して子供もいるんですけど、で普通に主婦をしてるんですけど、あの2014年の冬に何気なく夢の中で流れてる曲こんなんやったって言ったら、主人に話したらね、あのそれは流れへんでって、夢の中で曲なんて流れへんでって言われて、あ、そうなんだ、みんなではないのかと思って、これ珍しいことなんだったら、せっかくだったらアウトプットしたいなって、でも楽器も音楽も全く経験がなかったものですからね、なんかアウトプットするために楽器弾けなあかんわと思って、それで明石に住んでるんですけど、兵庫県明石市に住んでるんですけど、明石の伊東洋華堂の3階の新生堂の3階はい、あのいい楽器ありますよ。ありがとうございます。そう、あのね、買いましたね、アコギを買ってですね、で音楽やり始めて、で2015年の7月に初めて人前で歌って、まあ、そっから音楽活動を始めたのです。なので今回の生誕祭っていうのは7月6日に私誕生日でもあるんですけど、シンガーソングライター山崎恵美が生まれたこの場所で7月、そのね、その生まれた場所、シンガーソングライター山崎恵美が生まれた、月7月っていう意味もあって、2つの生誕祭の意味があってね、今日ここでね、その当時は、ね、出演者さんばっかりがお客さんで、誰も当然私のことなんか知らないわけで、お客さんはいなかったんですね、実質のね。でも今回こんなにたくさんね、お客さんは来てくださって本当に嬉しいです。こんな日が来るなんて思ってもなかったので、本当に皆さんどうもありがとうございます。ということで、最初1曲目はかくれんぼという曲を歌います。これは4月の曲、4月に今年の4月に作りました。
素敵です。ありがとうございます。そうなんだ。びっくりしたよ。次はですね、あ、こんばんは。どうぞどうぞ。ではですね、続いてはドキドキが止まらないという初めて作ったオリジナル曲を歌います。Now
ですけど、あの5歳の時にちょっとね、あの交通事故で入院してしまってね、その時のことをね、あの書いた曲、宝物です。続いてですが、あの息子と娘がいるんですけどね、ちっちゃい時は泥団子作って、あの一緒に作ったりとかしたんですよ。その時にね、あの、あ、ありがとうございます。たてさん来てくださってどうもありがとうございます。座る、ね、皆さんね、どうぞ座ってくださいね。あの、はい、気を使わずにね、楽にしてくださいね。あ、もうお酒飲んでください。どうぞどうぞ。はい、お酒飲んでください。飲み物とかね、あの、どうぞ飲んでくださいよ。座る場所あります。座ってください。まだ結構来られるかもしれない。大丈夫です。あの、まあ、どうぞ詰めてください。まだ来ますので座ってください。はい、はい、ありがとうございます。まだ途中からね、入ってくる方、あの来られる方がいらっしゃると思うんですけどね、あのウェルカムで、あの、はい、どうぞ、あのいらしてくださいって、はい、温かくね、迎えてくださったらありがたい。まだ来てくださるはずなんです。ということでですね、子供とね、あの泥団子を作った時のことを思い出して作った曲、泥団子です。Thank you.
です。アイコも残る。アイコ残る。そうだった。じゃあ勝った人だけにしようか。勝った人。いきまーす。じゃあ、けん、ほい。勝った。じゃあ勝った人と私じゃあ意見します。じゃんけんほい。負けた。勝ったよ。すごい。すごいな。ほんまに勝った。ほんまに勝った。やった。あのプレゼントっていうのはね、あの山崎エミタオルがあります。これはあの物販でも2000円で販売してますので、はい、今日のチャラやみんちゃん今日、あ、じゃあね、これ私、しかもこれ私普段使ってるやつやねあの、売り、なんていうかなラッピングされてる、されてるやつじゃなくてこの前にリハーサルとかあってリハーサルの時も首から上げてなんか、もしかしたら汗臭いかもしれない何にレアやんなマジで ごめんな、普段から使ってますちょっと待ってよ、サインを書きますここでサインを書きます背中向けてごめんな今お尻向けてるやんサインも書いてますはいちょっとあのねほんまに私は汗かいて取れちゃったけど匂いとかかかへんね大丈夫ですはい、ありがとうございますはい、おめでとうございますやった次はですね中盤の1曲目始まる予感という曲なんですけど映画をねあの映画の曲エンディング曲をご依頼していただいてね作った曲なんです始まる予感という曲眠れないのよ頭の中一ミリも隙間がない目指し信じて
けど大丈夫かな。さっきじゃんけん大会になったもんな。あの休憩時間もしあのちょっと休憩したいという方に手挙げてください。言いにくいか、言いにくいかもしれんな。今日はなぜあのいっぱいね歌うのでね長丁場になってます。よいしょ。ということで秘密という曲を歌います。片思いの曲なんですこれはね。私が北海道のね去年と待って
今年と去年と北海道でライブしたんですけど、その時に来てくださってね、飛行機で、あはー、ありがとうございます。あ、座る場所どうぞ。 あ、どうぞどうぞどうぞ。ここも、あ、ここもあったんだ。ありがとうございます。ちなみにですね、去年の、去年、あ、この生誕祭は2回目なんですね。で、去年もこっちで7月にやったんですけど、その時にも飛行機乗ってね、来てくださってありがとうございます。ね、今日は雨降って大変やったからね、雨の中どうもありがとうございます。高3の時に、年バレるけど、高3の時に阪神大震災を経験しましてですね、熊本のね、地震の後にね、熊本でボランティアやってる方から復興ソングを作ってほしいって言ってくださってね、それでその当時のことを思い出して、当時私が思ったことを歌詞にした曲、ありがとう君を歌います。
続けてやってますけど大丈夫ですか？暑くない？大丈夫？大丈夫？ありがとうございます、ありがとうございます。じゃあ続けていきますね。作った曲、仕組みっていう曲があります。あれからどのくらいだったのか。
バンドバージョン、今から後半バンド休憩あげたらバンドバージョンするんですけど、その時にね、ある曲でタオルを振りますというのがあるので、もしよかったら2000円なんです。この休憩の間この休憩の間に買い物買ってもいいよっていう方いらっしゃったら声かけてくださったら嬉しいです。ということで、ただいまから後半戦は山崎恵美バンドでお送りします。
そうだな、ケイタンさんから行こうか。ドラムのケイタンさんはですね、あの私のね、あのライブに来てくださったりね、CD を買ってくださったりね、あのもともとあのファンで来てくださって、それでね、山崎恵美の曲をねカバーしましたっていうドラムでね、 YouTube でいっぱい上げて、そうなんです、上げてくださってる方です。その方がいつかあのバンドバージョンでドラム叩けたらいいなっておっしゃってくださったから、あの引っ込んできた生誕祭をやるのでぜひ叩いてくださいっていう、あのそうお声かけて今日ね来てくださってありがとうございます。お仕事して、ね、音楽活動、バンド活動とかやってらっしゃらない方なんですけど、あのはい、そうなんです、ありがとうございます。続いてはエリさんなんですけど、私が2015年の7月のね、あの初めてステージ出しましたっていう時に、同じ出演者のスタンディングオベーションっていうバンドのね、そんなありがとうございます、バンドメンバーの方も来てくださって、ありがとうございます。そうなんです、あの山崎恵美が生まれた時を目撃してくださって、ファーストステージを目撃してくださった方、そう、それのねキーボードなんですね、エリさんね、エリさんに今日手伝ってくださいって言って、あのわざわざ広島からあの新幹線に乗って来てくださいました。そうなんです、ありがとうございます。それでですね、続いては、先ほど最初に紹介、あの MC で言ったんですけど、私がアコースティックギターをね初めて買った2015年の2月にね、明石店、イトーヨーカドー明石店の3階の新生堂で、この方から買いましたという、ギターと楽器全体の担当の方で、清水さんなんですけど、ちょこちょこ楽器のね弦買いに行ったり、ビク買いに行ったりとかしてましてね、それでちょっと生誕祭があるんですけど、ね、助っ人してくださいませんかって言って、今日来てくださいました。はい、ありがとうございます。君が栄光という言葉を口に出した、その後そんなに夢も希望もなくて、しないと言ったのです。君は一緒にいる意味がない、それじゃまるで喉いっぱい、別れを切り出して、まだ愛しているんだよ。
はですね、あのね、歌を歌ってると消化できるからいいですね。あの消化っていうか、いろんなこと、いろんな辛いこととか思い出とか、まあ、いろんな言いたいこととかを歌に乗せて言えるから、歌になったらね、あの消化できたっていう感じがしてね、なんかね、そうなんです。それがいいですね、すごくね。普段言えないことをね、歌詞に書いてます。ということで次は Singing in the Rain 雨に歌えばというまあこれは失恋ソングなんですけど、今日みたいな雨の時にね作った曲です。では Singing in the Rain 雨に歌えばです。 1,2,3 Yeah.
選手もこれ歌った。シンキンザレイン歌ったね。あ、そうだ。帰るなんかんかったんや。早い時間です。はい。どうもありがとうございます。ね、お忙しいところどうも。どうもお忙しいところ。ありがとうございます。ありがとうございました。写真撮りたい。ちょっと待って。あ、はい。写真撮りたい。あ、写真撮りたい。全員で写真撮りますか。え、ちょっと待って。そうします？あ、帰る前にじゃあ全員撮りますか。はい。そうする？2人も撮りたいな。そうね、皆さん後で2人ツーショット撮りましょうね。みんな皆さんね、それでこれ、いや、じゃあツーショット。 OK です。ありがとうございます。あ、いいですか。そうですね、帰る前にもしも、顔隠してほしいとかアップできないっていう方がいらっしゃったら言ってくださいね。スタンプで全員変えてやろうか。どうやろうか。でもメンバーどうぞ寄ってください。どうぞ真ん中の方に、どうぞ真ん中の方に寄ってください。メンバーもはい、ごめんね、大丈夫。ギリギリ入ってますね。全員入るかな。そうですよ。もうちょっとよし。入ってる。ネスレマです。あ、そうですね。あ。あ、スレスレ入りましたね。はい、1打席は。マスターから写真を送ってもらいますので、だいぶやりましたよってアップすると思うんです。ツイッターとかフェイスブックで。それでお顔を隠してほしいっていう方は私に教えてください。そうです、ね。はい、スタンプやります。はい、ありがとうございました。ということで、続いての曲はですね、なんて素敵な世界なのかという曲なんですけど、はい、私どっかな、どこにあるやろな、ピックな。これ全部の曲これやっとったらピックがなくなっていくぞ。はい、ということで、I'm not afraid to die.
この曲になります。最後は君の曲だけという曲こと曲を歌います。さっきの始まる予感っていうね、映画のエンディング曲ご依頼されて作りましたって言ってたんですけど、それの主人公、さっきの始まる予感は女の子の主人公の曲なんですけど、これは主人公の男の子の気持ちを書いた歌詞なんです。でも2曲できましたって言って2曲出したら女の子の気持ちを歌った始まる予感が採用 されたんですけど、まあ、ということで君のことだけを歌います。I'm not afraid to die.
トイレを行きたい方、あ、ドリンクもオーダーしたい方とかいらっしゃったら、はい、どうぞ。ちょっとね、ぶっ続けてきたのでね。わかりました、わかりました。はい、皆さんがね、ご要望にお答えして、今からアンコールをします。はい、ということで、ローラーコースターという曲なんですけど、これは先ほどちょっとちらっと言ったんですけど、タオルとかね、なんかハンカチでも帽子でも なんかありましたらありがとうございます。ローラーローラーローラーコースターっていうねサビがあって、そこでねタオルをねぐる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 っと、でもめっちゃ密集してるの、たくさん入ってきてくださってありがたいことに密集してるので、ね、隣さんとか様子を 見ながら、でも最後の曲なんでみんなで盛り上がっていきたいと、はい、思っております。最後の曲ローラーコースター楽しみましょう。最後の曲です、ローラーコースターです。
方間違った。